わかった。事情は見つかれ貸してもらうとしよう。この車で私も一緒に行くぞ。乗れません。ほいに、ということで今回もやっていきたいと思います。北米の建築は建材さえありゃ俺たちでも、オイラたちでもできる。この間にアイラや何かしてほしいが。何か他にも北米の完成や車の改造に使える素材はないかの？使える素材か。よく知らねえが、お前ら破壊神様のヌクテラを素材ってやつにしてんだろ？どこから話しかけてきてんだ。だとしたら俺、とんでもないものを見たんだ。そいつは破壊神様の目玉。その名も光り放つ大眼だ。目玉？ひび、なんと、それはものすごい力がありそうじゃ。手に入れておいて損はあるまいの。目玉も脱皮するん。よし、そんじゃあいいな。メタツと一緒に行って、光り放つ大眼を5つ持ってきてくれ。5つ？目5つあるの？どういう状態？せずに目的地が表示された。目玉が5つあるとは一体。じゃ、メタツ行くよ。待って、その前にまたこれ仕掛けていっとこっか。はい、受け取って。光の鎧。よし。これを装備していこう。じゃ、とりあえずこの噛み砕く浮き場か何かこれを入れて、ちょっと私が入れようと思ったのに。いや、いいんだけどね。いや、いいんだけどもね。早く早く出来上がって。これ入れるから。はい、オッケー。で、これを入れておきますね。はい。遠征しておきます。じゃあ、行ってきまーす。食べ物は十分かな。あるね。オッケーね。あ、あれや。じゃあ、こっちや。ふぅー。到着。どれ？え、まだ先やん。あ、なるほど。道順を教えてくれよるってこと？なるほどね。ここ抜けた先か。おや、なんかこっちの方っぽいけど。こっち？あ、なんかこの辺？ここやね。はい。で、いやー怖い！両腕が両腕がー、いや、怖すぎかいや、怖すぎかー、やばいやばい、道がー、やめてよ、落ちたじゃん。何やってくれてんだ。道を狭めるのはやめてください。別にね、地面を削り取るとかは全然、いいんだけども、落ちたらさ、ほ、誰？落ちたらまた拠点からになるけん。あ、見てあいな、あそこに変なでかいおじさんがいる。なんで後ろから見ておじさんってわかる？おばさんかもしれんやん。それにどうやらこの辺りがガーゴイルさんが言っていた光り放つ大眼がある場所みたい。あれ、ガーゴイルが話しよったよね。あの赤い水は何だろう？中がぼんやり光って。君だけど少し綺麗だね。綺麗なのか？赤い神様の目玉のこと、何か知ってるかもしれない。話を聞いてみよう。どうも。これなるは滅びの日。あのような赤き海と巨大な目が、この地に降ってこようとは。目が降ってきたの？でかいな。おお、誰だお前たち。私を邪神官アデンと知ってのことか。邪神官知らねえわ。あ、知っとるにした。ふはは、知っておったか。いかにも私はこの地の三神官の一人、アデンである。なんで一人だけ見た目そんなに違うの？それで、人間とメタルスライムは、俺何をしておる？ああ。何？光り放つ大魔族を取りに来たらと？何キョロキョロしてんの？別に周り人いないよ。破壊神様の目玉はこの上にある。赤き海へ入り、泳いでいけば登れるだろう。しかし、まさか破壊神様のお体の一部を破壊するつもりなのか？まあね、そういう感じ。破壊神様の目玉、うん、わかったわかった。破壊というか、まあ、練成させてもらうというかね、そういう感じかな。よいしょー。暗い。てか、チカチカするぜい。あ、これ地面じゃなくて全部水なん。そういう感じ？あ、なるほどね。なるほど、なるほど。そういうことか。びっくりした。上がれんやんって思った一瞬。お、
それで、早く、出させてくれ。どこや、一番上はどこなんや。お、もうちょっと、これのさらに上かな。あれ、どこやねん。え、なくね、待って、どれどれどれ。え、ないんですけど、どれですか。え、え、下、待って、どこよ。あ、これか。なるほど、これを破壊すればいいってこと。これを5つね。あ、いやー、動き遅っ。そ、お、どうした、なんかおるって思った。メタ使い。よいしょ。よく息が持つな。そして、これ。お。あ、そっか。まあ、破壊やね、これは。お。え。はい、3つ。で、これで、4つ？お。お、うわ、体力が。そう、あ、この辺の周りのは鱗なわけですね。はい、まあ、いきなり死ぬとかじゃないけんいいや。はい、これで輝く眼を集めました。これでちょっと車ワープします。あ、何も起こらない。マジでワープできないの。ほとんどないとできないってことか。なるほどね。じゃ、とりあえず一旦外、地上に出まして、出られんぞ。お、お。出させてー。これでいけるかな？いけんのかな？くっ、無理だった。くっそー。このまま沈んでいけばいいってことか。めっちゃ高いなぁ。これは、こっち側に行けばいいんかな。ここなんか穴開いとるよね。ちょっとずつちょっとずつ確実に体力が失われていく。ここはどこでしょうか。だって普通に迷子なんだけど。ここがどこだかよくわからないけど。これあれじゃない？地面、地面というか地上というか、足場があるけんワープできる。してきたー。うん。ゲットしてきた。もうお前たち、まさか本当に破壊神様の目玉を破壊してきたのか？お前たち何者なのだ。破壊神様の一部を壊したなど罰が当たるぞ。もううるさいな。おじさんはトンチンカンのじゃなかった。三神官の一人なんだよね。へへ、そんな似てる？地獄さんも妖術さんもみんな僕たちと一緒にいるよ。よかったら一緒に来て。ん？あやつらがお前たちと？わかった。事情は見つがれかせてもらうとしよう。この車で私も一緒に行くぞ。乗れません。はいよ、君。とりあえず、帰りますか。と？てかもうワープして帰ればいいんじゃない？どこだ？遠、こんな遠かったっけ。あ、そっか、ワープできないんですって。あー、頑張って帰るか。と、いや、そんな吠えないで、怖いよ。あれ、これ方向こっちか。よいしょー。痛い痛い痛い。これはもうあれじゃない、落ちてしまえばいいんじゃないかな。いてててて、てほら、ここから落ちたら多分戻れるよ。はい、到着。ほう、これが箱舟か。うっはっは、私の想像とまるで違うぞ。なんかすごいね、こんな感じになっとんや、今。とりあえず仲間を連れて帰りましたよ、みんな。もう、これが魔物たちを救う箱舟か。ビルダーと魔物がこれを作ったとは。おお、アーデン。めっちゃ押しのけていくやん。やはりあなたもビルダーに導かれてここに来ましたか。うっはっはっは。久しぶりだな、地獄、幼児。いつすがら話は聞かせてもらったぞ。
私はまだ半信半疑だが、箱舟作りとやら手伝わせてもらおうとしよう。椅子柄落ちたんやけどね。ねえおじさん、アンポンタンじゃなかった。三神官ならハーゴン城について何か知らない？絶対わざとやる。そうか、アイナは破壊神様に会うべくハーゴン城に行きたいんだったな。ハーゴン城には結界がある。その結界は宙に浮く三体に黒い魔物が作り出しているという。結界を作っている黒い魔物か。キャラを飛んで結界も壊せるように超スーパーカーを改造してなきゃね。そんなあっさり言ってもできるの？結界の魔物については何かわかれば教えよう。この箱舟を作る仲間としてな。なんと邪神官アデンが仲間に加わった。三神官全員仲間に。やったね。一人も抵抗せんかったわ。さあ、いい感じに、あれやね。めっちゃモンスターを率いる人間やんね、私。さあ、で、箱舟は完成したの？ 95% か、あと 5% やね。いけけ、あゆな。噂の光放つ大魔の子を取ってきてくれたんだな。ピピーピピー、高エネルギー体を検知。何？うん、その目玉。やはりすごい力を秘めておるようじゃ。あ、そういうことね。車の改造や箱舟作りに行かせよう。いつか必ず使う時が来るはずじゃ。大切に取っておくのじゃと。もちろん。結構しんどい思いをして取ったからね。ところでキラージー、前から思っていたんだが、あんたの体にはすごい武器が仕込まれてるな。ほほほ。わしのキラーっぷりに今頃気づいたか。この武器ならば黒いもののミチコルなのじゃ。マジで素晴らしいやん。おったいな。ポンコツじいさん自慢話が始まる前に、さっさと箱舟を完成させちまおう。アイナは建材を用意しつつ、魔物ビルダーのものづくりを見ててくれ。了解。なんなん？結局足りてないん？ピピピピ、アイナ。箱舟作りはすこぶる順調だぞ。この設計図の完成率はざっと 90% じゃ。これは予想じゃが、この設計図が完成したら、さらにいくつかの、ガガガガガ。え？おい、キラー G、大丈夫か？老いぼれなんだからあんまり無理っす。なんか来た？ガガガ、うん。また揺れじゃ。敵が攻めてきたかもしや。どうやら破壊神様のお力をさらに増大しているようですね。あ、そういうこと。破壊神様が本格的に暴れ出したら大変だ。早く箱舟を完成させなきゃ。けけけ、親方のオイラに任せとけ。魔物どもを走馬灯じゃない。わし山のように働かせてやる。あゆなよ、箱舟作りに使う建材は、収納箱に入れてくれておろうな。建材の素材は、破壊神様の抜き殻から生み出せる。禁断の錬成で錬成するんだぞ。それにしても、最初はブロックを持ち上げるだけで、はっきりと見舞いに襲われたんでげすが、マジで？あっしは最近、物作りが楽しくて仕方がないでげす。早く完成した箱舟を見たいでげすよ。ああ、おいら。本当なんで昔は物なんか壊してたんだ。教団を信じた自分が信じられねえぜ。おいらもう教団のマークさえ見るのも嫌だぜ。ドラーラを見てるだけでイライラしてくら。えへへ、やめてあげて、それは。でけ、教団のマークはドラキーじゃないでげす。そんなとばっちりでげすよ。あれ、どうしたのアイナ。そんなに考え込んで、お腹でも痛いの？やうやろ。そういえばアイナ、今更ながらわしもふと考えてしまったのじゃが。箱舟が完成しても、誰が操縦するのじゃ？わしは船など操れんぞ。で、キラー G を頼ってはないよ。確かに、それは考えてなかったね。一体どうしたらいいんだろう。どうするんすか？何それ、それで会話終わり？どうするんよ。待って、とりあえず取っとくわ、これ。はい。で、何か必要なものが足りないとかそういうことがあるの？エアベントがない。エアベントないんすか、こんな感じ。え、これじゃないんエアベントって。全然違ったわ。六角ボルトもない？六角ボルト。六角ボルトとエアベント。普通にあるはずなんやけどな。なんでないんやろ。じゃあ、とりあえず、入れておきますね。六角ボルトと、私が全部持っとるやん。何してんだ。と、エアベント。はい、じゃあこれをしまっておくから、はい、使ってね。他に必要なものは？なんか足りないものとかある？特にないっすか？六角ボルトは入れたよ。よいしょ。
待って、中身は今取り出しよる、もしかして。何？船の管理をしてるなら、箱舟の船長も務まりそうだね。変人でも何だっていいよ。しかし、世界の狭間というのが厄介でな。暗闇に閉ざされ、簡単に行ける場所はなくなっておるのよ。普通にその辺の奴に話しかけたつもりやったのに、あたし、ハテナのやつ、ハテナ？びっくりマークのやつに話しかけたんかな。でも、きっとみんなで考えれば、暗い道を進む方法も見つかるよ。はいな、一度みんなと相談してみよう。あ、なるほど、なんか、向こう側のやつと話したんやね、私。紛らわしい。船長を探すのだと言われましてもね、あ。あれ、どこ行った？おいおい、話を聞けよ。おいってば、そんなひょいひょい行けないんだよ、私。行けたわ。普通に行けたわ。あれ、どこ？どこ行った？いらっしゃらな、あ、いた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 。ちょっと、キッシム。あれ、キッシム？消えた。あれ、キッシム？どこ行った？いなくなったんですけど。話を聞いた、いたいたいた、消えた。キッシム。いや、キッシム。キッシム？ちょっと待って、どこ？マジでさ、ちょ、はよ。話は聞いたぜ。世界の狭間の暗闇か。そんなとこ、どうやって行ったらいいんだろうな。考えるのじゃ。未来知恵を出し合えば必ずなんとかなろう。暗闇の中を進むには、光、ライト。うん。そうだな。超スーパーカーの目からピカーッと何か出さないのか？おう、そうじゃ。超スーパーカーにライトをつけられれば、ハーゴン城へ行く道も照らせような。目といえば光放つ大眼だ。あれにはすげえ力がある。何かできそうなもんだが。びっくりした。めっちゃカメラ目線かと思った。グリムがそっちにおるんかな？あ、おるおる。ほっほっほ。やはり取ってきておいて正解じゃった。あいな、どうにかなりそうかの。何か思いついたら、超スーパーカーを改造するための設計図を書くのじゃ。お、思いついた。とりあえずヘッドライトをつけるということかな。何あれ？どういう状態？改造ガレージの設計図を描いた。お！あ、あれ、翼ってこと？あ、なるほどね。超スーパーカーを改造する設計図が書けたんだな。光放つ大魔族から直接魔法エネルギーを取り込んで、車の目を光らせるというわけか。設計図が完成したら、車を中に駐車しなきゃいけないみたい。これはアイナに任せるしかないね。では、俺様たちは、箱舟の建築を進めておく。アイナは超スーパーカーを改造するんだ。頑張ります。ちなみにそっちは出来上がりそう？ 96% か、今。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。あったねー。忙しく動き回るのはいいんやけどさ、全然捕まらんのよね。早く話しかけたいのに。